した家のディナーぐらいあるっていうわけで、どうも小池チャンネル小池でございます。今日はですね、 J リーグ第5節名古屋グランパス戦です。小池的にはですね、実は初めての名古屋アウェーでございます。さすがワールドカップだけ、ワールドカップやっただけあって、めっちゃでっかいスタジアムでございます。個人的にはですね、小池名古屋のチームベスト3に入るあんま好きじゃないチームなので、今日はもうぜひ勝って柏に帰りたいと思います。そんなわけで、ここトヨタスタジアムから小池チャンネルを本日お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも、小池チャンネルの小池です。今日の試合は1対1で引き分けでございました。後半ですね、こっちにもチャンスがあって、向こうにもチャンスがあって、こういう試合を本当は勝ちにつなげていければこの後の、優勝争いできるチームになるのかなと思うんですけど、でも、この勝ち点1を得たことをポジティブにして、はい、ぜひ来週ルヴァンカップになりますが、またすぐ試合は来るんで、皆さんもスタジアム行きましょう。ちなみに小池はこの後の名古屋飯のことで頭がいっぱいなんで、味噌カツすぐ名古屋駅に行きたいと思います。それじゃあ皆さん、スタジアムでまたお会いしましょう。名古屋に来た人は気をつけて柏まで帰りましょう。お疲れ様でした。